おはようございます。おはよう。腕が なんかね、腕が痛い。今日は朝ごはんがなかった。間違えた。朝、いつもの朝のジュースがなかった。寒くない。さっきまでメディキット履いてたから。メディキット痛くなっちゃって脱いちゃった。今日もお仕事ですか？皆さんは。お仕事大変やね、みんな。バラクラバ。
このファミマのファミリーマートの小麦ごミルクめっちゃ好きなんです。めっちゃ美味しい。果肉が程よく入っとってからもうめちゃめちゃ私的にはとても好きな味です。甘いよ。うささんバラありがとうございます。ぶっちさんだるま、はるさんハートありがとうございます。どこ見に行ったん？まあこれはママが買ってきてくれたんやけど、でもいつもはだって私はもうコンビニ巡りが趣味ですから、いつもコンビニ巡ってから帰ってきてるんで。え、私バナナミルクは大丈夫、別にいらないかな。うん、なんかもう夜だけで何も買わないから、うん、そう、同じね、同じローソンでもなんか店舗によって違ったりする。本当になんかやっぱ場所によって大きさも違ったりするから、多分そこによってこう置かれるとやつも違うんですよ、置かれる量とか。そうなんです、新商品をチェックしに行くんです。いつもなんか新しいの出てないかなみたいな感じでパパーって見て気に入ったのは買う。大吉さんハートありがとうございます。そうそう、なんかでもローソンは結構そういう新しいスイーツとか結構多い、なんかよく 見たこともないようなのとかがよく出てる。ね、ローソンはそうスイーツ系がすごい美味しそう。でもね、あのあれもすごいあの種類豊富だなって思う。レジ横、え、それな、本当に唐揚げくんのバリエーションマジですごいよね。なんか期間限定とかも全部合わせたらすごい量あるよね。の映画4月に放送されるの、やば、それまで見とかないと全部。でも今ねまた7つの滞在を見始めちゃって、
昨日とかもう3時まで見ちゃってもうほんとダメだと思った。もうアニメってもうそういうとこがいけ見入っちゃうんですよ。やっぱ先が気になりすぎて、まあ、知ってるのにね、先のこと知ってんのになのにこう見ちゃうっていうね、ダメですね。止まんない。なんか今日はもう3時間ぐらいしか寝てないんです。やめられない、止まらない、カッパエビセン。授業中寝るパターン、まあね、このまま授業行ってたらね。そうなんよ、ナースを大体1月からまた新しい新シーズンが始まるんですよ。そう、最終章が早く見たい。まあもう見ちゃってるんですけど、もうあの待ちきれずにもう漫画全部見ちゃったんですけど、なんか結末とか知ってるんだけど、まあでもやっぱり映画の、映画じゃないわ、やっぱ画面のねアニメも早く見たい。アニメとはまた違うじゃないですか。そうなんですよ、気になっちゃって気になっちゃって見ちゃったんです。あ、でも一番最後までは見てないかも。あ、見たっけ。もう待ちきれなくて、もう無理だってなったやつめっちゃ買って、全巻ぐらい買った。全巻ではないけど、アニメが終わっ、アニメの部分が終わってからの部分。エスカノールおせしょ、あ、いや全然違う、私はもうメリオダスなんで、はい、もう私は主人公大好きなんでメリオダスです。でもほんとメリオダスめっちゃかっこいい。もうだってもうなんかかっこよくないですか。やっぱ強いんですよ、もうあんなにしししとか言いながらもうやっぱ強い。フルカウンター。まあね、ちょっと、まあちょっと確かにちょっとエッチかもしれない、ちょっと刺激強いかもしれない。いやでもそれ言ったら、だって私がこの間アニメディアで出したトラブルの方が結構やばいですけどね。まあ、平気で胸揉むから、ね、大吉さんハートありがとうございます。けど4度しかない、やばい、それはちょっとやばいよ。
アニメート。またあの勉強するためのやつを買ったんですよ昨日。アニメート行って、そう、宮野真守さんの DVD を新しく買って、またソロでの活動に関してのね、ソロでさやっぱステージ上がってるわけですから、それの参考としてまたちょっとお世話になります。メイクシングっていうやつなんですけど、ライブのねやつ。ああ、もう本当にコントとかもやっとるから、本当すごいなっていつも尊敬してます。私もお笑いとかできるぐらいに大体ですね。幅広い活躍。夏みかんさん、ハートありがとうございます。あ、そうそう、半沢直樹に出てました。なんかテレビでなんか半沢声優って書いて、半沢声優とはわわわとすぎた。それは冒険して風船回って、そしてついにミュージカルさ大笑いが大好きすぎるのさ、そうさ、変な格好がやみつきになっちゃうのさ、自分でもわけわからなくなるほど撮影が大変さ、でもだけど来年もおそらくやる。ふっさん、ぬん、ありがとうございます。キュンクロさん、モーさん、ルン、ありがとう。ユキチさん、ハート。レボニアウマ、ありがとうございます。ただ一つの光を、ハルさん、ダルマ、ありがとうございます。眠くはないの？あ、全然眠くないです。もう本当にびっくりしちゃう。目パッチリでしょ今日。
ったのが、この後の予定はまあ、お昼から昼から夕方まで用事がある。あります。あります。あります。それ終わったらもう何もないです。活動ではないですけどね。ハイスクール。ランランランハイスクールだ。ランラン彼はエクスボーイフレンド。ラン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 ハイスクールだ。ランランラン今でもマイベストフレンド。どうしてなの？彼とはどうなの？マジで本当に売れるの？メイドは任せておいて楽しみ。悩まっておいたし連絡れなかった。そう、ちょっと寝てないからちょっとハイなんだ。任せて楽しみ。今日さドキドキ今日もドキドキ花が咲くよね恋バナに。久しぶりに週末の爽快 Everyone, everyone, everyone's home。 久しぶりでも変わらないの爽快 Everyone, everyone, everyone's home。 ラララララ High school ラララ彼は ex-boyfriend。 ラララララ High school ラララ知ってる？この曲知らない？ポンタハートありがとうございます。メロディ好き好きすふわふわふこんな気持ちメロメロディ夢だけど夢じゃないお願いねマイメロディ。ワクワクするの。だけどマイメロディーマイメロディー星空を越えて君の夢守るリボンマイメロディー。ハートをつけたならぐるぐる巻きしちゃうからねウォーウォーウォー覚悟しといて嘘じゃない。嫌い好きみたいな違うわで床好きみたいな肉までぐちうちまくり。女の子って魔法で作られたの。ヒールパーカー明るくてよき、ほんと？ありがとう。ふっさん拍手ありがとうございます。しやさんハートありがとう。キャンクローさんかわいいありがとうございます。
ジブリは何、確かにジブリは結構あれだよね、俳優さんとか女優さんが多いよね。わかんない、もう大人の事情がねありそうだからちょっとあんまり話せない、あれだけど、ジブリで皆さんは何が一番好きですか？みーは、私はね、あ、うん、わかんないでもナウシカかな、ナウシカかハウル。私トトロはね、本当もうあのめっちゃ怖い絵、画像見てからもう私もう本当怖すぎて、なんもう無理、トトロが見れなくなりました。あれもう深夜とかにね見たらね、マジでお化けとか出そう。調べてみてください、トトロ怖いって検索したら出ると思うから、みんな画像で調べてみて、トトロ怖いって。ポンタハートありがとうございます。ちょ、ナウシカの、ナウシカはこうやってほら怖くないみたいなあるじゃんそこ手と、ラピュタね、ラピュタあんまよく分かってないから、ラピュタを。だから多分あんまりなんだろうけど、はい、じゃあ私の配信はこれで終わりたいと思います。皆さん今日も配信見に来てくれてありがとうございました。13位、モリケンキングさん。12位、マセヨシさん。11位、大吉さん。10位、ロコポコさん。9位が今日もミュータン考えてる仕事頑張ってね、ハロタン。そして8位がパミントエリさん。7位、ナオナさん。6位、夏目川さん。5位、フさん。4位、ポリゴンさんポリゴンさん。第3位が元気くんありがとうございます。第2位がポンタありがとうございます。そして今日の第1位がモウさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も配信見に来てくれて改めましてありがとうございました。昨日はね、歌唱力ナンバーワン決定戦がありまして、なんと STU ですよ。もう STU の時代来るかもしれない。もうほんとさすがです。もう分かってたけど私は、これからもね、またスタジオ、やっぱさすがスタジオ、ね、スタジオの子がね、たくさん歌声を聞かせてもらいたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。めっちゃ祝福してあげてくださいね。もう涙ですよ。では皆さん、ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。おやすみ。